個性心理学認定講師柴田健です。今日はですね、無料ひもとき第何弾 <laughs> 第何弾だっけなちょっと待ってください。確認しまーす。第9弾。第9弾ですかね。はい。えっ、ー、と、青森県生まれのともさんですね。をひもときの方していきたいなと思います。ともさん、だいぶお待たせいたしました。はい。ですね。うんと、まあ、友もさんはですね、私があの、講習やり始めた、まあ結構初めの頃からですね、まあ、 あの、講座に参加してくださって。でね、また、少し、あと、間いて、ね。また行った時にはね、来てくださったりということで。はい。あの、もう、一言で、ね、このキャラクターをこう見るならば、ものすごくご自身に真逆な自分というのを感じるようなところって多いんじゃないかなっていう気がするんですね。はい。うんと、すごくね、こう、3、対応のマークですね。のつくキャラクターがほとんどを占めている。ね。希望、ストレスかね。 現実そストレス化に置かれた時がね、少しここの、アースで、ね、地球のマークと、このコアラーさんというところが少し出てきますけども、もうやっぱりこのキャラクターここを見ただけでもね、すごくやっぱりこう、パッと、私がね、見た瞬間、すごく色の真逆を感じるようなタイプなんだろうなという気がします。はい。 でまあ、これはあの個性心理学の見方ではないですよ。個性心理学はあくまでもどんな心理心境になりやすいかというふうなものをまあお伝えする。個性の違い、価値観の違い、考え方の違いをお伝えするような考え方と。まあ、そういうね、あのまあ、そういう誕生日もとして、統計学というふうなものなんですけどね。はい、ただ、三命学という別な統計学を見るならば、まあ、生まれた直後ももちろんこの本質でとても強い。で,、まあ、でもそれは記憶のない頃ですね。 で少しずつ少しずつ、ね、年齢重ねれば、この石の部分が強くなってくる。なので、以前、まあ、うお父さんお母さんの力を借りて生きている時とか、ね、社会人成り立ての頃とか、いうのはすごくここが強いんだと思います。で今,ですね、今の年齢でいくと、だいぶここのペガサスっていうところが強くなっていきながら、最終的にこっちにまた、ね、向かっていく。 ただ前もお話ししたかもしれません、私たちの、ね、健康寿命、健康でバリバリね人のお役に立てる時間というのはどんどん増えてきている中では、まあ、晩年まで,です、ね、こことここがちょっと同時に、あのーまあ、進行していくというか、ね、同時にこ,のここの部分とここの部分が強いような状態でずっと晩年まで、ね、過ごしていくような傾向というのはあるのかなという,ふうに思います。でまあ、基本的なな話話し方を話からら進めるならば ね、ど全部この3対応のマーク、この3つのね、メインの部分は3なので、基本やっぱり、ね、まあ、特別なものが好きというか、箔、ね、がつくものが好き、レア限定が好き、特別感というものがね、特別,特別感というものがまあ好きな、響くようなタイプかもしれませんね。なので、頑張る、何のために頑張るのかというと、まあそう、なんていうのかなうんと、やっぱりお仕事をするならば、ある意味肩書きポジションとか、そういったものっていうのをね、 この手にするとすごく嬉しい。というふうな感じになるかもしれませんね。まあ、あくまでもここですよ。他の別な要素から見ていくとまた違うかもしれませんが、あくまでもこのマークだけの話をしていきますからね。やっぱね、褒められる、おだてられる、任せられる。ね、いうようなところが、この3、対応のマークの方々のね、丸み、モチベーション、やる気になったりしてくる。というようなね、傾向が強いのかなというふうに思います。まあ、あとはね、まあ、わかりやすくと感覚的。 なので細かい説明を求められると、すごくやっぱり難しいというか、もうこんな感じ、あんな感じみたいな、ね、感覚でお伝えをするというふうなタイプ、そういうような傾向がとても強いので、それが悪いことではなく、ただ、周りにはね、特に別なマーク、特にアース、地球のマークの方とのやり取りに関しては、まあ、そこでぶつかりやすいというか、あっち、えいい、しゃべってることわかんないみたいな、ね、感じになりやすいのかもしれませんが。 基本は感覚的、直感的、直感感覚感性、そういったものを重要視して判断されるタイプなんだよなというふうに思います。ただね、ここで草花というここの要素が出るならば、ここの要素は逆に言うとあまり なんだろうなこう、そうそうそう。このライオンさんとか、この太陽のマークの方はもう特別な人間になりたいので、どんどんの前に出たい。リーダーシップ発揮して、おい、常来いみたいな感じになりやすいのかもしれませんが、この草花っていうリズム、ここが、まあ、ちょっと一歩引いて、ひっそりとしているというか、あまり目立ちたくないという風な部分を作るので、 そういう,うな部分での曖昧さというか、ライオン本体だけ見れば出ていくと、おあつでこいよ、任せろみたいな感じになりやすいかもしれません。ただ、この草花さんがスッとね、ちょっと控えめな自分を作る。なので、ここではちょっとこう距離感、ライオンさんのうわーというふうなところはちょっと出にくいような、出さないような、ね、タイプなんだろうなというふうに思うんですね。はい。そこでですよ。はい。で何が真逆かってなると、まあ、ライオンさんはエリートビジネスマン。 やってますよとね、私、もう席の報告連絡相談というのは、このライオンさんだけで見ればするタイプです。ね報告連絡相談するし、逆の報告連絡相談しろよ、お、という風なね。 自分の当たり前は相手にもですね、求めたりするというところがあるのでね。まあ、ライオンさんのキャラクター入る人は、報告は当たり前、連絡も当たり前、報告連絡相談は当たり前。だから、あなたもしてくださいね、というふうに思っているかもしれないのが、ライオンさんに対して。でも、このゾウさんはとっても頑張り屋さんで、真面目で。 ね、一つのことでバーッと没頭する、集中する。でここの二つだけ見るならば、職人タイプ。何かその道のプロフェッショナルというのをね、目指していくような傾向で強いんじゃないかなと思います。ね。ただ、このライオンさんはさっき言ったエリートビジネスマン。やってるよ。頑張ってますよ。認めてくださいね。それを喋るタイプ。しかし、ゾウさんというのはね、うんと、まあ、こちらの、いつもつかね、こちらでいくと、ゾウさんはこう、力得状態というふうにね、書いてるので。 だゾウさんのキャラクターは今度は頑張るのが当たり前なのでそれを伝えないというか,だから報告連絡相談するライオンと報告連絡相談しないゾウさんというのがね自分の中にこう2人ずつ真逆がここでまず存在してくる感じになりますねだここでねなんだろうこうだ今現状の,この石の増産考えれば考えるほど実は報告連絡相談ってあまりしなくなってくるという,かいうような傾向ってあるんじゃないかな まあ何を喋ればいいのか、何を伝えればいいのかってね、結構分からなくなって、結果報告、連絡、相談し,てしないというかね、していないというふうな傾向ってあるんじゃないかなというふうに思われます。で、今度ね、そこに対して、今度ね、このライオンさんとこのペガサスも、この対角線になってくる。またこれ出しますかね。はい。で、まず先のライオンとゾウは別に対角線にあるわけではないけども、このライオンさんとゾウさんは、さの 報告連絡相談するかしないかというね、対角線ではないけど真逆の個性を持つ。それに対して今度は今度対角線。ライオンとペガサスになってきますからね。はい。なのでそうすると今度こことここが真逆になってくる。ね。ある意味ルールとかね、しっかりきっちりかっちり守りたい自分というのが実はここに存在する。そこの中でね、そこの中で完璧にやる。妥協しないというのがライオンに対して。実はその自由度が っていうかな、その自由度じゃない。その堅苦しさが嫌なペガサスもいる。ただある程度の自由さを欲しい。なので、もし、もしかすると今のご自身というのは、時間と場所にあまり縛られないようなお仕事っていいんじゃないかなというふうに思うんですね。でもこれ何、何今、誇り飛んでた。誇 <laughs> りが若干、ここで待ってたような感じがしますけどね。そう。 時間と空間に縛られない。もしかすると本当はね、このペンガさスがついとるルールとかね。だから、報告連絡相談はしてほしいんだけども、報告連絡相談で縛るないよ。みたいな自分も出てくるかもしれませんね。真逆なので。増産はしないというか、何をすればいいのか。ある意味、頑張るのが当たり前だから、あまりしない。とか。 くなってくるかもしれない。そこ、さらにその報告連絡相談、それで縛るなよってね。私がそうなのでね、ペガ、私も表面ペガサスなので、なんだよ、そういうふうな押し付けというか、そんなの、ね、こう、これからそ、そういう時代なのかみたいなね。最低限は必要なのかもしれませんけども。その最低限以上のことやられると、一気にスイッチオフですよ。はい、やる気しねえなみたいなね、感じになってきたりする。多分これ表面ペガサスだからなのかもしれませんけどね。はい。 なので、自由、本当はきっちりかっちりやりたい。きっちりかっちりしていきたい。でも、そんな真逆がある。ね、時間と空間に縛られたくない。ただ、自分では求める。自分相手には求めるんだけども、自分が求められたら嫌かもな、というふうなのが、実はこのペンガサスさんなんだろうな、という気がしますね。そう。自分にあるならば自分は求めるんです。本質のキャラクターをみんなに求めるんです。自分の当たり前として求めます。ただ、自分がいざそれを求められたら嫌。面白くない。というような感じは。 すするのかなっていう気がしますねねでもねさっき言ったこことここのキャラクターは何かその道のプロというかね、うん、突き詰めていく、まあ、まさに地のとプロフェッショナルというねこのキャラクターがあればただ時と時間とかね時間空間に縛られないあっちこっちに動いていけるような何かその道のプロみたいなね感じになっていけばいいんじゃないかなという気はするんですね はいまあ、そこでね、この十五52番の統率力のライあるライオンさんは、ここにねうんと、草花ってありますけども、この草花っていうところがね、ある意味やっぱ人と接している自分で、やっぱり人と接してないとモヤモヤする、でも、会いすぎてもモヤモヤするというね、いつもお話ししますが。 はい、草花さんの特徴です。これ持ってる人はね、本当に、実は直感感覚感性のタイプなんだけども、メッセージ打ちますよ、メール打ちますよというときは、相手に不快感を与えないようにとか、相手に誤解されないようにって、ものすごく実は考えて文章書くんですね。だから直感的に変えてるかもしれませんが、読み返したときに、いや、この言葉だったらちょっと誤解を与えるな、とかですごくこう、読み返す。見返して、また一人添削を行うような、 ののがこの草花さんの人たちの特徴草花さんっての、ね、は本当に自分でどん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 ご縁を広げていけるという力が多分一番強いんじゃないかなって気がしますね。はい。こうやって風にたなびく草っていうのもありますが、自分からこうね、こう、蛇じゃないですよ。蛇じゃないですよ。ね。絡まっていけるツタ、つた、つる。ね。そんな草花もある。本当にこの人とはご縁を持ちたいなと思えば、その時の行動力はおそらく草花さんってピカイチなんじゃないかなって気がしますね。 もう自分から絡まっていけるんです。どん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 会いたい、会いたい、会いたいってね。な時にはもう自分で行けますよ。スッと動ける。プライベートからそれができてしまうタイプなんだろうなって気がしますね。そう。プライベート、この本質のキャラクターが、で、このリズムとして草花を持ってると、も普段からそういうふうなね。そうご。人とのご縁というのをとても大切にするだろうし、つながりというのを大切にするだろうし。まあ自分からなかなかご縁を切逆に言うと切れないというふうなね。 パターンになって、それがね、どん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 あちこにつながってしまうと、それがしがらみという形になってしまって、結果自分が動けなくなってしまうという、まあ、自分の持っている構成って、ね、体はモロハの剣になるんでね。手、うまくうまくねこう、いい方向で。で、それをね、やりすぎると、モロハの剣みたいなね、形になってしまったりするので。自分からなかなか誤えは切れないんだろうなというふうに思います。なぜなら、この限にですね、この52番、甘露というね、 52番ここにいるのにね、丸でしています。まあ結果的にこの甘露というね、こっちの甘露という特徴も持っているので、この辺がね、家族仲間、重いという自分を作りますんでね。はい。ただ自分が家族と思っている人、仲間と思っている人、特にそういうな人たちに関しては、またね、あの、なかなかご縁というのは切れいないとか、自分から見つかる植物なので、植物は自分でね、自分の身を切ることはできないんでね。はい。そんな感じをご自身で持っているんじゃないかなというふうに思います。そう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 。 なんですね。今何かをっていうね、実は、これは私の新しい見方なんですけどね、新しい見方、新しい考え方。おそらくですね、うんと、まあ結論から言います。レールはワイルドですね。はい。レールは、まあご自身のキャラクターがここにいますね。はい。 でも結論から言います。この太陽という面白いか面白くないかということを様々考える自分もあれば、ものすごく考える。常に考える。ね。ある意味クリエイティブな発想。無から有を無。ゼロから一を作り上げる。常に創意工夫試行錯誤。そういったことをするような自分もいたりする。で、レールがワイルドなので常にやっぱり行動。何か一生懸命のスイッチ入った時はもう動いてなきゃ嫌。 動いてないとダメとか、ね。まあ常にもうアモリケに住んでますからね、多くの方ご存知でしょうけども、もう大間のマグロみたいな常に行動行動動いてなきゃダメ。これは私もね、レールがそうなので。でね、この部分が理不尽が大嫌いとか、場合によっては叩かれてガンガンってね、叩かれてそれで反発して強くなるという自分があるのにも対して、おそらくこの宝石も持ってるんだと思うんですね。 ただね、この宝石とかって持ってますよってことは、まだももさんには、まあ、新しい理論としてお話をしていないかもしれませんが、だから、なんと、本当はね、プライベートというか、本当はご自身の、素。プライベート。本当にね、こライオンさんに近い、普通の貧困方性、真面目でお利口さんっていう宝石の要素って多分、持ってるんじゃないかなって気がするんですね。まあ、結果的にどうなるか。 何回もあの無料の紐解きでもお話ししてるかもしれませんがこの宝石っていう要素を持ってる人はやっぱり、ね、中身がご利口さんで真面目なのでやっぱり確認をしたいんですねこれやっていいですかあれやっていいですかっていうふうに聞きたくなるでも聞きたくなるんだけども求めている答えはただ一つ許可だけですね確認をしているようで確認ではないです許可だけくださいね OK だけ出してくださいねっていう意味合いで言ってるのに周りは勝手に判断をする で、ダメって言われたら、えみたいな形でね、思うんじゃないかなというふうに推測します。なので、多分、とももさんもいろんなところで、いろんな場面で確認したくなると思います。これやっていいですかあれやっていいですかでも、これは、ね、今言った通り、判断を求めているんではなくて、許可を求めている自分だったりしてるんじゃないかなというふうに思います。だから、ダメって言われていることをやっている自分ってもやもやするかもしれない。で、ダメって言われた、 ね、そのダメって言われたことがずっと何か引っかかってでそれでもやもやを残しながら物事を進めていく結果的に何も全然進まない何もなかなか進まないだから友さんのもしかすると大きなきっかけヒントになるのはその宝石というね貧困者真面目で折りさんでいたいありたいという風な部分がやっぱりね許可を取るでもねライオンさんはある意味いい意味ですよいい意味で。 自分が絶対って思っているところもあるので、そうするとね、わざわざ許可取らなくてもっていうような感じでいける場合もあるかもしれないわけですね。でも許可取って動きたいわけです。やっぱり宝石って予想があるならば。ら内心やっぱりやっていいですかって聞くかもしれない。でもこれを許可だけくれよ。ね、今度ライオンさんのキャラクターは、ね、誰かにそのね,ね、いろんな判断をされた。お、なんだっすよ。そのね、言わないかもしれないよ。言わないかもしれないけど、内心なんだその態度とか。いうようなことでね。 おいおい、いくら上だろうがね、そういう態度で接してくんなよ、みたいなね。答えを求めながら。相手に答えを求めるんだけども、その言ってきた言葉よりも態度が気になるとかね。はあ、みたいな内心を持っている時もあるかもしれません。でも、それになりやすいのも誤信なんだというふうにね、理解をする。捉えるというふうな。ね、そんな自分が、OK、いいですよ、悪いですよって話ではないんですよ、もちろんね。 そんな自分もあるよねで。そこに気づいて、これからどんどん気づいて、そこでね、ブレーキを踏めるというか、あ、自分のね、ライオンっぽさ出たなってね、自分の相手の態度が気になる、これライオンさんの特徴だしな。で、自分の中でね、受け流すというか、スルーできるような力をぜひ身につけてほしいなというふうに思います。ただね、もう一回話戻りますが、宝石という要素を持つならば、確認をしたくなります。ことも、 がね、重要であればあるほど確認をぜひ取ってほしいし、確認というより許可ですね、許可。許可を取ってほしい。許可取ってからやった方が圧倒的に早い。圧倒的にスムーズあ OK 出てますから。周りに知ってほしいんですよね。友もさんが聞いてくる。友もさんが聞いてきたってことは、実は許可だけ欲しいんだよなってことを周りが知って、周りが背中を押してくれれば、ガンガン行くんですよ。ライオンさんも妥協しない。ゾウさんも物事に没頭する。 そう。あ、そうそうそう。今思い出した。物事に没頭する象さんもいるな、いるのに、秋っぽいとか、気分にとっても、まあ、基本、基本、気分にムラあるんですよ、ラでもね、あまり一つのことに執着しないっていうのも実はペガサスなんだよね。執着する象、執着しないペガサスみたいな形になってくるかもしれないので、こういうような部分でも真逆さを感じるかもしれませんね。ライオンと象でほうれん草をする、しない、完璧、そこの枠にはまりたくないとか。 で、こことここは、このね、一つのことに没頭集中するのか、一つのことにはあまりこだわらないみたいなね。だから場所なのか時間なのか、何かにこだわらないね。いうようなものと。だから、本当はね、枠というものとここの二つ、プラス宝石があれば、枠ってすごく重要なのに、その枠にいたくないというね、ご自身の今だからこその悩みというか、今だからこそ、より今までよりは自由度が欲しい自分と。 いうのものがここで出てるんじゃないかなっていう気がするんですね。だからそれは年を重ねれば重ねるほど人格というか、自分の中の構成のバランスが変わってくる。ね。青年期、中年期、高年、老齢、老年ちょうが若いけどね。ああいうような形で、年齢が変わってくれば自分の中のキャラクター、バランスが変わってくる。なので今、そういうふうな抱えている悩み、 何か問題、トラブル。もこのペガサスが実は、ね、あるから、でもそれを求める、そのことをやる自分、やりたいなだと思うんですよ。ね、でさっき言った宝石というのは自分磨きという特徴も入ってくるので、でやっぱり、ね、大切な人に許可をもらってやるで。自分を高めるような、自分を磨いていくようなイメージで物事に、ね、取り組んでいくで。そんなことをぜひ、ね、どんどんやっていただければで。特にここでね、だから普段から、普段の方はどちらかというと、本当にお折りさんで真面目で。 ね、ライオンさんで妥協しない、物事妥協しない、というようなところもあるんだと思います。でもね、妥協しないという言葉に、感じがラメになる必要もなく、今のペガサスが強ければ、もっと自由、もっと自由にっていうところもあるのでね、その自分の中の逆の部分、アンバランサーというところを、まあ自分のね、楽しみ、面白さみたいなね、ものにして捉えていただければいいんじゃないかな。そこで、一生懸命なスイッチが入れば、レールがマイウェイ いやマジで、マイルド、ワイルド自信持って言いましたけどね。レールのワイルド。これが働くので、普段は貧困法性真面目。だから、基本、とももさんのベースには貧困法性真面目で折り交差な宝石が入っているんだけど、一生懸命なスイッチが入るほどワイルド、鉱脈。だから、ここの部分で行動派。ガン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 突き進む自分というふうな。 ね。ところも強くなるだろうし。お仕事とか何かやってるところでガンって叩かれても、自分のプライドさえしっかり残っていれば、それを元にガーってまたやっていけるエネルギーと、パワーと、厚さと、ね。行動力と。いうようなものってあるんじゃないかな。ね。いう気がします。前もお話ししましたがね。レールワイルド。私もね、レールワイルドです。鉱脈っていうね。この構成心理学っていうのこの鉱脈っていう要素。 はい、この鉱脈っていう要素を持ってる人たちはですね、まあ、なんだろう、本当はね、内心人はあまり信じていないとかね、<laughs> もうぶっちゃけでストレートしゃべっちゃいましたけどね。だからね、信じるっていうところから始める人、今日は信じてるっていうかね、私も信じてるし、信じたいとかね、思ってたりします。それはね、自分、まあ他人のことを本当は信じてなかったりとか、自分のことも信じきれてなかったりとかね、いうところってあるんじゃないかな。 なんか信じることでね、裏切られることで実は怖いんですね。だから、鉱脈の人たち、ね、レールワイルド鉱脈の人たちは、裏切られる。そんな理不尽なね、ものが大嫌いなんですね。理不尽さでカチーンときますはみたいなね。嫌なんです、ね、理不尽さ。まあ、それはね、結構侍、もう鉱脈ワイルドってね、侍っぽいっまあ、毎回言いますよ、これね。構成心理学のテスト受ける方、ね、講師になる方、鉱脈ワイルドの人たちの、 あの、イメージでなくてね、あの、どんな人たちですかって、侍のような人って書いたら分かりづらい。もうこれは私なりの教え方ですからね。侍って言って書かないように。<laughs> ダメですよ、ダメです。はい。と思うんですがね。はい。まあ、そんな中でね、まあ、だから、信じる。ほんと侍なのでね、いつ後ろからバッサリ切られるか分からない。でも、やっぱり、ね、同じ志同じね、向かっていく方向性を見ながら、信じて進んでいきたい。 だからそれの裏切り行為、まあ、結果それをね理不尽に感じて、それが一番嫌だよと、大嫌いだよ、はみたいな感じで熱くなる、ね。それがこのワイルド鉱脈という要素をね持っている人たちの特徴なんだろうなという,ふうに思います。もうけどちょっと戻りますね。こちらを見ると、たぶん友もさんはもともとこのキャラクターのね草花という特徴、で太陽、灯もし火、鉱脈宝石。 で、最後ね、雨露という要素もある。すごいですね。うーん、止まって。うーんと、コアラはこうで出てこないでね。コアラは出てこないのと。うん。うーん、うーん、うーん,、うん。そうですね。で、 まあこの話をしてしまうとね、またさらに混乱してしまうかもしれないんですが、おそらくですね、ご自身の、本当にものすごくその状況を、無意識ですよ、無意識で。無意識でふっと一瞬冷めた時とかって、すごく冷静に客観的に見てる自分というか、周りを見える自分ってあるんじゃないかなと思うんですね。まあ、キャラクターでいくと羊。羊のキャラクターというのもおそらくあるんじゃないかなというふうに思うし。 でね、物事、見よう見まねでできるようなお猿さん的な能力というかね、か自分から率先して物事をやるような時には、いいんですけども、どこかにお手伝いに行きましたとかね、かそのお手伝いに行って自分がメインではなくてね、お手伝いで、誰かに言われた。それをね、やるような時にってね、逆にちょっと指示待ち人間みたいな、ね、ちょっと細かく教えてくださいみたいなね感じになるような自分もあるかもしれません。それね、私も。 ほら、レールがワイルドで表面ペガサスね。このキャラクターを持ってるならば、キャラクターとレールがワイルドだからですよ。なので、もしかするとね、そういうな、時にシジ待ち人間みたいなところっていうのも、とももさんにはあるんじゃないかなというふうに思いますけど。ただ逆に言うとね、うんと、私もその死児待ち人間の若干お猿さんのね、キャラクター的なところって出てきたりするこれはあたある意味ね、私の、まあ、柴犬流というか、ね。 の読み解き方。この個性心理学のこのレポートからは出てきませんよ。には書いてません。ただ、ね、これそれぞれの後ろというかね、無意識に存在するキャラクターみたいなところまで、ちょっと深掘りをするならば、もしかするとお猿さんのようなキャラクターもあるし。うん。でね、うーん、あ、うんうんうん、あ、これでも以前にお話ししてますね。そうか。間違えましたね。間違えましたね。いや、まだ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 もっとありますね。はい。 もう一回行きましょう。もちろん、この52番の草村さんがいる。太陽、面白いか面白くかが滑って、実はね、ちょっとここで子供っぽかったりするとか、趣味が仕事、仕事が趣味になればいいようなというご自身もどこかにあるかもしれない。ね、ともしびく、空想う考えることが大好きで、ね、常にいろんなことをクリエイティブな発想、ね、試行錯誤とかね、そんなこと、ね、創い工夫。ね、土の様子を飛ばして鉱脈もある。 ね。で、礼が湧えるんですよね。で、宝石っぽさんもある。で、そこでですね、実はこの海洋という要素も出てくるんですね。で、余すよもある。ただ、この、もうね、何言ってる初最初に受けたこと、時からね。だいぶ増えたじゃん、みたいなね。ただ、それだけの可能性を持っている。でも、それだけのものを持っているから、また悩みやすいというふうな感じなんじゃないかなと思いますね。で、さらに、で、実は、空というね、 この空という要素も入るので、先見の目、先が見える、結果から見えてしまうという特徴というか、そういう能力もおそらくご自身で持ってるはずですよね。あ、多分これってこうなるよね。あれってそういうね、こんな感じになるよね。みたいな。すいません、ちょっとコーヒー飲みながら。なので、前の <laughs>、すいません、ちょっと髪の毛 <laughs>、はい、自分の髪の毛ですかね。はい。 なので、何を言いたいかというと、今の精神状態が良ければ良い,い未来、良い,い結果が見えます。今の精神状態がちょっと落ちてると、そのところから見る未来になるので、なんかね、あの、見通しが立たないとか、ちょっとネガティブな発想の方が強い未来になってしまったりとか。だから、中央、フラット、自分の戻すところっていうのをぜひ、 今度はね、知ってほしいというか。今日お話ししたの読み解きがね、もちろん全てではないですよ。でも、かなりのお話を、ね、この短時間でギュッとまとめてお話をしてるんだろうなと思いますが。いろんな自分を知り、一つもね、全部否定をしない。ただ、こことここのキャラクターだけを見るならば、今日ね、ポジティブな方向にちょっと考えにくいというか、慎重派な部分というのはもちろん強いので、それをまず自分で受け入れる、認める、そこは否定しない。 ね、そんな中で、ね、切り替えにくいんだ、さらに、ね、あの希望のストレス化に置かれれば、さらにこの小原さんがもっと、ね、最悪、こうなったらどうしようというようなことをよりまた考えるので、そういったところからいくと、自分ってなんだろうなこうポジティブになりにくいような、ね、傾向を、ね、自分の中には感じるんだなと思います。でもこれを否定する必要はない。 で、さらにそこに様々なご自身の強みというか、自分に持ち合わせている個性、草花、1、2、3、4、5、6、7、で、空っていうのが入るね、8。これだけのね、強みを、まあ、ある意味、持ってるからこそ、いっぱい武器を持ってる方、だからものすごく可能性を持ってるわけですね。ただ、多すぎるから、どこでどう使えばいいのかわかんない。どこでどういうふうに、ね、活用すればいいかわかんない。 おそらくです、おそらくお仕事ほど行動派、お仕事ほど楽しく、お仕事ほどチャレンジというふうな部分が強くなるタイプなんじゃないかなというふうに思うんですね。だからお仕事とそれ以外のところで少し自分を、ね、分けてみると。 でもね、先まだずっと話し戻、っお、でですよ。で、甘強いという要素があるので、そこもやっぱり職人派だというかね、学者研究者タイプ。これ面白いな、これすごいな、楽しいなと思うことをね、とことんとことん,とことん突き詰めていくで。それがまたお仕事につながるような形になっていったりすればね、すごくいいんじゃないかなという気はするんですね。うん。 太陽ともしみ、日のに関する要素もあるので何かお伝えするというか、お伝えしながら何かを変えていくようなことを、うん、されるようなタイプなんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ、今回ね、あの、お申し込みをいただいた中で、具体的にちょっと質問というのはなかったので、また、ね、ちょっと私なりの ね、読み解き方、紐解き方。なので、以前の講座でお話をした内容からするとね、ガラッと自分に持っているものというかね、強みのようなもの、自分の中のある意味当たり前という要素がだいぶ増えたいんじゃないかなという気がします。まずそこにね、キャラクターの真逆みたいなものとか。ね、ところこの52番のライオンさんの実は無意識に隠れている。いざとなった時、ね、ピンチみたいな時に実は羊さんというキャラクターが隠れていたりと。 冷静になれる。客観的に物事を見れる。ちょっと冷めてる自分というのがあったりね、はい。あと、あとね、もう一つ先お猿さんというところね、指示待ち人間というところでお話をするならば、でね、お仕事のスイッチとか、ね、一生懸命なスイッチ入っているときにね、レールと表面のキャラクターがすごく強くなる中でこの。これね、ちょっとまだね、今日何番のペガサスって言ってませんけどね、まあ簡単に27番に腹に見えたペガサスって言います。そのペガサスの後ろ、無意識に。 そう。実は、お皿さ,さん的なところが。ただ、だから私もね、ここのキャラクターが27番の原に満ちたペンガスです。結果的に、お師匠さんのやってることを、ある意味、マネルパックル、ね。羊さんが、私ね、羊さんがあるので、そういう情報収集をしている。ただ、一回でやれてしまう。とかね。まあ、私は、私なりのね、持ってる個性を最大限に生かして、今の仕事をさせていただいている中で、だからね、みんなが同じようにできるわけはないし、みんなが同じようにやれるはずもないし、ね、という中で。 とも、まあ、さんが、ね、今何にこう、ねまあ、悩んだり、ね、こう苦しんだりしているかというところまでは、ね、今回はで、ねまあ、お聞きせずにまずはひも解きをしてみましたがまとめると価値観、求めるものの方向性は同じですね。特別な自分、肩書きポジションで何かやるなら欲しいかもね。特別ないい影響を与える自分で欲しいから、ね。慣れたらいいよね。目指すは成功者ですよ。なんとなくですけどね。はい、でもその中で、ね、真逆を感じる、ね、ほうれん をする自自分分しない自分、ね、であの完璧主義妥協しない完璧主義妥協しとい,いう自分と、でもそんなルールにがんじがらめになりたくない自分と。ね、一つのことに没頭集中したい増産でもそういうふうなあのところに、ね、あまり執着をしないというふうな、ねま、た自分もいたりする。で天つゆ。この天津ゆさんをどんどん使ってくださいね。これも商売人気質ですからね。非善意を稼ぐ。人に会いながら、人に触れながらお金にも触れる。 というね、ところ。で自分からご縁も繋いでいけるしで。どんどんやっぱり接客。で、閉じこもってたら絶対そうもったいないキャラクターというね、組み合わせの個性なのね。それを持ち前の鉱脈というレールでガン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 行動して、外に出ていって、人に会って、あーっとね、お話しして。で、いろんなお話をそこで作ってくるそうやってね、どんどんどんプラスになっていける。あと、今年成果なのでね、成果。最後に、運気に触れましょう。運気今年になると、こんなあと、 来年来年とか、ここからね、あと、来年再来年とどんどんどん運気上がってきますからね。成果なので、どんな成果がこの後欲しいのか、どういうふうなね、現実を手にしたいのか、それに関してのどんどん行動アクションをぜひ意識して、意図的にそれをやってみてください。だこの日がね、金運ビジネス、今年が金運ビジネスいいよという話じゃないですよ。この日に何をやったかによって、このアドが変わってきますからね。だから後から得られるのはこっちです。だから今年何を仕掛けるかですね。どんなことをするか。それでここの あとね、3年が違ってきますので。そんなことをちょっと意識して、普段の行動をしてみていただければいいかなというふうに思います。ぜひね、また、ここでね、お住まいの場所、青森県生まれでとどめときますけどね、またお近くの方にぜひね、行って講座をね、したいなというふうに思いますので、ね、人数集まれば、ね、ぜひね、人数集めてやりましょう。はい。 もう、ね、本当にね、初期の私の講座にね、参加していただいている中では、あれからね、もう、どれだけ深くなったんだとね、覚える情報とか知識、すごく多くなりました。でも、だからそうなんだってね、自分の中の答え合わせがどん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 できるようになってきてるのでね。はい。それで、やっぱりそうなんだな。ならねなんで自分のことをわかるはずもない人間が、なんで私が抱える人間をわかってね、私じゃない人間が、なんで私以外の人が私の悩みわかっちゃうんだろう。 なんでそんな悩み持ってるの分かるんだろう聞かなくても分かっちゃったりするんですよね。実は。可能性です。ね。キャラクターの組み合わせから、そういう風な自分を感じやすかったりね、するかもしれない。推測をしていくのには、この実は個性心理学ってすごく便利だったり、助かるツールの一つだったりするわけですね。はい。ゴールデンウィークは、ちょっとね、明日は、うんと、またね、うんと、いろいろとある中で、まあ、せっかくなので、ね、このゴールデンウィーク中に、ばーっとね、なんだろう。 手抜くわけないですよ。私は手抜きません。手抜けないタイプなので。一人一人やっぱりね、30分くらいはかけて、30分ですよ。でも、いざ聞かずに30分バーって喋ってますからね。普通の、あれですよ、セッションとかやったら1時間分くらい多分喋ってるような <laughs> 感じになるんでしょうけどね。はい、あ。できるだけね、このゴールデンウィーク中に、ね、残りの方々をばーっと何とかね、やっていきたいなというふうに思いますので、次回の投稿もまたね、お楽しみに。今日もご、はい、ご、はい、配、は、調、い、じゃないや。配、は、調、い、は耳が。 視聴。あ、ちょ、どっちだははは。距 <laughs> 離分かんなくなりましたね。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。ございました。またね、次回の投稿もお楽しみに。